すする TV。 ずるずるすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、三田といえばラーメン二郎三田本店のイメージがありますが、こちらも外せないぞということでこちらです。ドン。東京メトロ三田駅から徒歩3分くらいのところにあります紫山さんにお邪魔してます。こちら紫山さんはご飯が進む濃厚スープの一杯がいただけるお店で、店主さんは豚骨醤油ベースのラーメンといえばの和歌山ラーメンや家系ラーメンの名店で修行された経歴を持っていて、しっかりとご飯が進む一杯がいただけるんじゃないかということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ紫山さん、ハイテク食券セです。今回はゆかりそばと豚ご飯をタッチしました。店員さんたちの接客が丁寧で居心地いいなと思いながら待ってた。こちらが紫山さんのゆかりそばと豚ご飯です。ドハーン。でっかいチャーシューが並んでいるインパクトのあるビジュアル。スープも濃厚そうな色をしているぞってことでいただきます。ではまずスープ、ぬはーん。臭みのないフレッシュな動物系スープに牛などの魚介系の風味が乗ったスープは無花調ですが、旨味はしっかりとしていて美味しい。さてお次は早速麺とご対面して、はい、スルーねねー。腰がしっかりとした美味しい中細麺はスープの持ち上げも良く相性はバッチリ。スープが濃厚ながらしつこさもないので、それはまさに爆発するかのように襲い、消える時は嵐のように立ち去るかのようにどんどんすすっちゃいます。さあお次にチャーシューをパクリ。ご覧の通り箸で持つと少し崩れそうな柔らかさで、脂身もとろりととろけます。これによって完全に肉と米の虜になったすするは豚ご飯にスープをかけてバチコリ食らっていく。こちらの豚も味しみバッチリな美味しさで飲むように食らっていけちゃう。まさに江戸紫のショートコントのようなテンポです。てな感じで麺も負けじとスープとの相性を提示してきたかと思えば、チャーシューもご飯との仲の良さを猛アピールしてくる。さらにスープに浸した海苔も味噌感忘れることなかれとベテランの風格を漂わせ、さまざまな美味しさ軍団の猛攻を受けながらも最後は味玉できっちりと締めて本日も完食です。大変美味しくすすれました。どれも抜かりのないハイクオリティな一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、紫山さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。お店に入った時の雰囲気の良さがまず素晴らしかったです。店員さんたちの親切な対応に頭が下がりましたね。ラーメンの方ももちろんしっかりと美味しくて、豚骨醤油ベースのスープに魚介の旨味も効いた濃厚味で、化学調味料を使わない無化調スープだったんですけれども、しっかりと旨味が効いていて、濃厚なのにくどくないご飯もしっかりと進む美味しさでした。麺は中細ストレート麺で、腰もしっかりとしていて濃厚スープの持ち上げも抜群でした。トロトロチャーシューは柔らかくジューシーで、溶け出す脂身の風味もたまらなくて、これまたご飯が進む美味しいチャーシューでした。裏路地にあって決して立地がいいとは言えない場所なんですけども、長年愛される理由がわかる美味しいラーメンをいただきました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、紫山さん、そこに紫山があるからや、ご飯の山。